故郷石垣島で自らの原点を見つめ直した三線奏者。沖縄の素晴らしい龍華を、いろんな人に伝えたい。最後にこれを聞いてください。龍華の種。昔悲しみに暮れていた母を癒した三線の音色が会場に響く。熱い思いが伝わらないともがき続けた三線奏者は答えを見つけることができたのか。今マールボロゴールドと共に追い求める夢にまた一歩近づいた。エイサー祭り当日、開始時間は夕方6時。三線奏者義母和也は祖母に託された三線と向き合っていた。下手くそだったんで毎日練習してましたよ。その当時のがむしゃらな感じを思い出しますよね。朝から晩までこいつと一緒でしたね。あの世とこの世をつなぐ音色、父親と話ができるかもしれないと引き続けた日々を思い返す。モロが今使ってるのは、あの音が丸くて低音がよく出る男性的な感じ。これどっちかって言ったら女の人の雰囲気に近いですかね。どことなく女性的なその音色、母は息子の三線が年々上達していくその音色に、その頼もしい姿に癒されてきた。石垣島赤石地区のエイサー祭り、この世とあの世の魂が踊りを通して混ざり合い、悲しみや嬉しさを分かち合える。その中心にある三線は魂を導く音色。1回40分ほどの踊りの間中弾き続ける。そして祭りが最高潮に達すると、集落の人、観客、全て混ざって踊る。祭りに参加した全員であの世の魂を歓迎する。それがこの地区のエイサーだ。およそ4時間続くエイサーの幕開い、集落の人が楽しみにする義母和也のステージが始まる。まずは地元の方言も交えた曲で場を盛り上げる。そして次はプロジェクトイグナイトで作り上げた新曲「龍華の種」。弾き慣れた三線から祖母との思い出が詰まった三線に持ち帰る。伝えたい思い、そして伝えたい対象を思い浮かべることに集中する。伴奏はなし、託された三線のみで歌う。思いが色褪せる頃、喜びの舞で盛り上がっていた人々の動きが止まった。つぼみが開いた色を鮮やかに咲かせましょう、咲かせましょう。会場に響くのは三線と歌声のみ。全てのものが義母和也のメッセージに集中する。歌唱力や演奏技術が飛躍的に向上したわけではない。違うのは歌うべき対象をはっきりさせたこと。悲しいことも嬉しいこともかき混ぜる。パフォーマンスが終わった時、会場の拍手はいつもより長く鳴り響いた。真っ先に駆け寄ったのは思い出の三線を託した祖母春さん。ここ音に届いてるかね。そう、お父さんも一切喜んでる。そしてもう一人、反応を聞いておかなければならない人。
世か、この世とあの世の人に歌う歌さんだけ、ばあちゃんに一番歌いたかったんだけど、この親父にとってもよかった本当か心の底からの笑顔、それが何よりの成果だ。漠然とした迷いから解放される、そんな予感のする夜となった。翌日、あの世の魂を送り出す。また一年父ともお別れだ。儀式の最中、祖母春さんがある異変に気づいた。嬉しい喜びを表している。立ってますでしょ。祭りの前はすぐに崩れた線香の灰がまっすぐ天を指している。先祖が喜びを示した時の合図だ。それでいい、今はそのまままっすぐ突っ走れ。忘れかけていた父の声が聞こえた気がした。故郷石垣島で原点を見つめ直す3日間が終わった。大きな夢を成し遂げるため、まずは答えを待つドリームプロデューサーのもとに向かう。ニューヨークで歌いたい、リベンジしたいと思います。ここでは書ききれてないコンセプトがあるとかね、シャウトに近いぐらいの音域で、こもったね、魂がね、もうどうどうどうできるやろ。すごいこう自信を持って歌える。行ってこい。